ウェーイ、ね、りょうたくんかい。やりますか、じゃあやりますか、今日も今日もじゃない、連日連夜ですけど。じゃあ早速いきます、うん、じゃん、一言で言うとふーっということで。なんだろうね、末っ子とかじゃない。ああ、うん、なんかレオも年下だけど、なんかハヤトの方がね、年下感あるよね、いい意味で。うん、俺は全然いいと思うけど、それは。うん、なんか違うよね、うん、種類がね、種類違いの末っ子な感じで、うん、2人ともね、末っ子なんだけど。わかる、それ、うん、俺もそう思ってる。あ、思ってるの。うん、俺もね、そう感じてる。りょうたくんは、なんだろうね、なんかこう犬っぽいけど、ワニっぽい感じ。ワニ、なんか初めて言われた。こうなんか待ち構えてる感じ、口開けてガーみたいな、はあ、そこ行ったらなんかあからさまやられるじゃんっていうのをこうなんか引き寄せてる感じがする。マジで、うん、犬の顔したワニみたいな。初めて聞いたわ。感じがする、俺は。言われたことなかった。なんか力強くこう待ち構えてる感じ。へえ、うん、うまいね。うん、